じゃあワン、ツー、スリー。夢ならばどれほど良かったでしょう。未だにあなたのことを夢に見る。忘れたものを取りに帰るように古びた思い出の誇りを払う。戻らない幸せがあることを最後にあなたが教えてくれた。言えずに隠してた暗い過去を、あなたがいなきゃ永遠に暗いまま。きっともうこれ以上傷つくことなどあまりはしない。とわかっている。あの日の悲しみ、日の苦しみさえ、そのすべてを愛してたあなたと共に、胸に残り離れない苦いレモンの匂い。雨が降り止むまでは帰れない。今でもあなたは私の光。お疲れ様です。お疲れ様です。2ヶ月間ご苦労様でした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。最初はね、全然ギターが弾けなくて、でまあこういう企画やってみようってなって、最後まで無事行きましたね。行きました。途中でもね、やめんのちゃうか思ってたけど、あぶ心折れかかった。そう、意外とね続いて、でまあ今日はちょっとマリカさんと一緒にやられてる水野さんに来てもらって、2人ね普段やってますから、まあそっちも応援していただいて、僕ちょっと画面見てて撮ってる時、意外と絵面いいなと思いましたもん。じゃあこれからも、あ、これからもこれで、いや、いいんじゃないですか、これを機会に。そうですね、シンガーからそっちに、うん、あ、いや、歌えばいいですか。歌いながらみたいな。どんな感じでした、練習というか。練習、うん、まあもうエレキだったじゃないですか。あ、そうですね、ちょっとギターをエレキお貸しして、はい、お借りしてエレキでやってたんですけど、やっぱもうエレキだとうし、めっちゃいい感じみたいな。弦がね、ちょっと違うし、テンションもね、違うので、持ち替えた時どうですか、全く違う楽器のように感じる部分感じます。めっちゃ感じます。なんか抑える力も変わるんですよね。力の割合がすごい変わってくるので、バコギだと難しかったですね。歌はどうでした、水野さん。こう歌いにくさとか、いや全然大丈夫でした。意外といい感じでした。いい感じでした。なんか合わせた方がね、置けるとこうだんだん進んでっちゃうけどね。ああ、そうなんです、そうなんですよ。それがいいってことなんですけど。いいよね。なんかそう、なんか合わせてるなみたいな感はありますよね。あれやってんですよ、ライブでギター弾いたんですよ。じゃあ密着しますよ俺。やばいっすよ、このクオリティだとちょっとまずいんで、ちょっと1年ぐらいちょっと頑張ってやって。これいいかもしれないですね。ライブでやるみたいな。ギターをするっていうピョーンって。ライブでね、弾き語りするんだったら俺撮りますよ。その後みたいな。あ、それいいかもしれない企画として。水野さんピアノもやってくれればいい。その後ギターでライブできたんか。あ、これ俺大変。ピー的な発想で今素晴らしくね、やりましょう。まあちょっとね、今後もね、なんかアコギ的な企画をねやりたいと思うので、まあもしよかったらまだ来てくださいよ。あ、ぜひぜひ。またね、はい、次はもう1年チャレンジみたいなね。そんなのはギターソロを弾くみたいな。それきついですよね。本当に1年かなり、ほんま1年かかりで、まあまあいろいろね企画してますので、まあ今後ともねよろしくお願いします。よろしくお願いします。今回はありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ワン、ツー、スリー。あの日の悲しみさえ、あの日の苦しみさえ、その全てを